こんにちは。コロナの第6波が相当に流行っている中、皆さんよく恐れ知らずでやってこられました。はい、それでは、今日は、その、非常に勇気のある皆さんを前にですね、また、任務統制についてはかなり話し込んできていますけど、今日は特に福岡県の、特に筑豊地方の現地伝承と日本書紀がどのように関わっているかということについて今日お話しさせていただきます。また新たな視点です。で、一部で中原秀先生に最上浦、神武天皇はそこの出身だということを、私は常々言ってまいりましたけども、これは正直申し上げても中原先生のうちにお邪魔してですね、最上浦のお話を伺って、でいろんな菊池の山鹿のところの遺跡を回ってですね、これで神武天皇が間違いなく、卑弥呼の時代の国国、その100年少し前に神武さんがそこで生まれ育って、筑紫に出て、そして、豊国を統制したというのが、福永の神武統制の根幹でございますよね。その菊池出身の神武という話は、中原先生との交流から生まれているわけでございます。今日は先生の方からその熊本県菊池山鹿方面の詳しい案内が出ておりましたので、皆さんにも納得がいただけたと思うかもしれません。これから先ですね、今までの邪馬台国論にかけておりましたように、田川の方が大和国であれば、やっぱり菊池山鹿の方が久野国であるという可能性は非常に高いわけですね。したがって今、戦後、邪馬台国近畿説が、そそり立っておりますけど、何の根も葉もないというか根拠のない近畿説に比べると、中原先生の久野国説と福永の大和国田川説、これがドッキングするとですね、日本の学会なんか屁でもないという、そういうことになってありますね。はい、それでは、その第一次統制の分については、したがって中原先生のお話の中に、かなりありましたので、私はその第二次統制を今日は中心にお話ししていくことになります。これは12月1日、昨年の12月1日に、RKB 毎日放送で流されました八田ガラス伝説、八田ガラス伝説の発祥は彦さんという番組に出た時のものです。そこの中で私の説が取り入れられまして、RKB 毎日放送で神武統制の舞台は福岡と、こういうふうにはっきりと、こういう、キャプチャーを流してもらいました。さあ、それでは、神武第一次統制につきましてはもう簡単に、参ります。まず岡田の宮ですね、岡の港に至った、そこに、岡の港神社がありますが、皆さんの手元にも、出しておりますのが、ここのですね、神武天皇社、神武天皇社ですね、自衛隊の芦屋基地の中に本当はあります。でそこの中に、芦屋浜のうち、左中より湧き出る泉あり里人を呼びて、これは未調水家、お調水家と呼ぶんですかね、というと、旧域を愛さること、四町ばかり西にあたれり、そして、これは昔神武天皇が統制なさったとき、これはっきり神武統制が出てきますね。これ芦屋の神武天皇社の伝承ですよ。この水にて長寿したまい、ここより宗像三神を要拝したもうとあると、こういうふうにあるわけでありますね。はい、それで岡の港神社と合わせて神武天皇社の伝承が掲げてあります。これももうどちらかといえば筑豊側ですよね。はい、この伝承でございます。それから筑紫の、伊東島あたりにあります高須宮を出た神武天皇さんが第一次統制で、恩賀の海に突入します。でそこで、行く途中に、こういうまた神社伝承がございます。これは八所神社ですね、宗像です。でそこに神武天皇天行開港船と日向の国より船戦を率いて統制したもうとき、もうはっきり神武天皇統制と書いてありますね。で、ここに岡の
氷ですね、恩賀の氷、岡の港にしばらく質をとどめ、東軍、津田岳に、至り多忙にうんぬんとありましてね、でまあその時に当社の神が赤馬に乗って形を表して、人々を指揮し皇軍に従わしめ長く統治の守護神たるべしと、誓いなさると、まあ、そこでそこを名付けて赤馬の将と言ったと、まあ、こういうお話があって、神武天皇がまあそこにとどまら、神がとどまったので、まあ、義朝というんだと、まあ、こういう地名説もあるわけでございますね。皆さんのレジュメの方にも取ってあります。それから神武神社、これも村方郡ですね、津丸ですね。で当社はこの村の氏神なり古老説に神武天皇統制、もう出向出てきますね、はっきり書いてありますね。日向の国より官軍を率いて他の港に移りたもうとき、風連を、法連を、いとまに、このとここに留めたもうをよりて、その後に、社を、建立し天照皇太子より六姓に当たらせたもうゆえに六の権限と奉祝世氏が明治の一心に権限の号を廃し神武神社と改称すとありますね。それから熊野神社、これも粕屋郡西の方ですね、古賀町、武士領地ですね。で総理社殿に湧く神武天皇統制の時御船を海浜につなぎうんぬんと、で腰掛け石がありますよということです。はい、熊野神社です、腰掛け石です、ありますよちゃんと今でも。はい、出かけてみてください。この年が大祭光陰でございますね。でそれからこれが神武神社です、妻のところにありますね。でこれが、八所神社です、義朝にあります。さあその、これでまあ第一次統制で結局こう恩賀湾に突入するんですが、結局長常彦の軍に敗れまして、で、長男の伊勢の命が、敵の矢に当たって、そこが、だん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 腫れ上がっていったんですかね。それで結局、今の、福岡市になりますが、あそこに大濠公園があって池がありますね。あそこをかつて、鎌倉時代までは草加えって言いましたね。その草加の津に戻って、そして、ここに書いてありますように、その一世の御事は占拍子します。占拍子した一世の御事を紀の国の、かまど山に葬った。このかまど山はかまど神社の鎮座する太宰府の宝満山、これかまど山ですね、今鬼滅の刃で有名です、を指すようである。3年祭軍日、土の馬118年春、神武は再び豊国統制に赴いた。今日はここからが本番でございます。その出発点になる第二次統制の出発点のかまど神社の由緒に、祭神玉依姫の御事は海神の御娘であり、宇賀や吹合津の御事、先ほど中原先生が出てきましたね、両は山賀のアヒラ三両でございます。つながりましたでしょ、熊本と福岡が、はい、の妃、そして神武天皇の母君である。神武天皇皇統中津国豊国に定めんと、道に登らせたもうに及び天皇は庄司とともにこの山に登りたまいてうんぬんとあります。まあ、結局、天皇の大業、これから、行って成功したの統制の大業は玉依姫のご教化によること大なるものなりと、太宰府の鎌戸神社にこういう遺書が残ってるんですね。で後でキーワードになってきます、中津国、これ神代に出てきます豊芦原中津国の中津国ですよ。だから古事記日本書紀の世界においても神武さんが攻めたところはあの豊芦原中津国なんですよね、神代以来の。そこを神武さん攻めに来たわけですよ。はい、そういったことをここで確認してください。はい、かまど山でございます。多分この山頂に、玉依姫、それから、一番、長男の、伊勢の御事が、葬ってあるんだろうと、想像しております。掘ってみても証拠は出ないでしょう。さあ先ほどの中原先生の第一部とつなげましょう。はい、もう、ここにこれ出ておりますのは先ほど中原先生の図にもありましたあの免田式土器です。あの首の長い
人吉で今でも使われてるってありましたよね。あの土器がですね、これ考古学の図ですが、こうやってこの紫色の土器がこうやってジョッキ型土器と一緒に筑島へ出とるんですよね。これがだから神武天皇、それがお父さんの宇外吹合津皇子が佐賀平野を滅ぼして、吉野ヶ里なんかを滅ぼして、そして筑紫まで出て、この筑紫の西の国から、こっちの、豊足原中津国です、あるいは瑞穂の国です、ここを統制されたというのが神武統制ですよと私はもう何度も言い続けております。で、第二次統制は第一次がこう入って失敗して敗れて帰ってきて宝満山に入りましたね、鎌田山に。で、ここで再軍備しました。で、この時に、神武さんは、日に向かって戦ったから負けたんだと、だから今度は日を背にして戦うぞということで、あの中原先生も言われたところのここに一旦帰ります。そしてこの九州をこう横断しまして、今度は宮崎日向から早水の戸へと向かいます。これが第二次統制の始まりですよね。だから中原先生の話とここでやっぱ全部つながっておりますね。さあ、そこでこれは日本書紀にもありません、ただし現地伝承だけあります。宝泉ミミズ五回覧早水の戸に至ると、これは近畿の橿原神宮の中にある絵巻でございます。こんな大きな船じゃなかったと思うんですがね。さあ、そこの伝承でございます。ここに立岩神社というのがありましてね、ミミズ港に、はい、でここに神武天皇は45歳の時、これ日本書紀に書いてありますね、東を目指してミミズの港からお船出をしたと言いますとありまして、ここでまあお清お清と、起こして回ったことから今もお清祭りが行われていますとか、立て縫いをしたとかいうことで衣服を塗ったんで立て縫いとか一名が残っていると、まあ、こういうお宮さんがなぜか宮崎県のミミズのところにございます。なぜか本当にあの近畿の橿原神宮にこの絵があるんでございますね。はい、ここですね、早水の瀬戸を通るということで早水姫神社、大分県大分市、大字佐賀関にございますね。で、ここにやっぱり神武天皇がですね、でこれは日本書紀通りです、紀元前667年に統制の途中で早水の瀬戸を通りかかった折に、天の姉妹の伊佐子政子の二神が潮の流れを沈めるために海底から大凧が守っていた神剣を取り上げて天皇に奉献したところ、神武天皇自らがこの剣をご神体として原江戸の神八十万月日神イコール瀬織姫、を立て祭り建国を誓願したのが始まりとされると。で、ここで、日本書紀にもありますが渦彦が乗船します。後に椎熱彦と言いますね。このお宮さんの伝承にもちゃんと渦彦出てまいります。で、こういうお宮さんです。だから当社では神剣をタコが長年守護してきたということで、タコの絵を奉納してタコ一定期間食べずに願い事するというお祭りがあるそうです。さあ、そしてここからですね、今度は宇佐へと、向かいます。で、ゆきて、日本書紀は筑紫の国と書いてあるんですが、宇佐はどう考えても豊国です。これやっぱり日本書紀は作り変えてますね。豊国の宇佐に至る時に宇佐の国造が親あり名付けて宇佐津彦宇佐津姫という、すなわち宇佐の川上に足一つ上がりの宮を作りて宮へ建て祭る。その時に、ここにあの東宮は姫狼の衰弱なりという、文章がございます。これ妻垣宮くじきと言いまして、平成14年に出たんですかね、本殿からね、これをあの私、コピーをいただいて、博文で書いてありましたので、これを全部読み下しました。これも皆さんのデジベの中にございます。さあ、一応そこの役だけ持ってきました。